AFC ・アジアサッカー連盟は22日、今月26日に開催予定だった2026年北10枚ワールドカップ、W 杯・アジア2次予選第4節、北朝鮮代表 VS 日本代表の平壌開催の中止を発表した。21日に北朝鮮代表とホームでアジア2次予選第3節を行い、1-0で勝利した日本。 26日に平壌での折り返しのアウェー戦を行う予定だったものの、開催直前での中止となった。AFC は、3月26日開催予定だった北朝鮮対日本は予期せぬ事情により予定通り開催ができなくなりました。3月20日に北朝鮮サッカー協会からやむを得ない事情により中立会場に変更する必要があるとの通知を AFC が受けたことで、FIFA および関係者と協議の上決定いたしました。 と発表したなお、試合の可否や日程、第三国での開催など今後の行方は FIFA の関連委員会に付託され、決定事項があり次第追って発表するとしている。